にちは、美少女のアブタです。今回のテーマはこちら、ブリーチまとめ。なんか最近シンプルです。そう、最近ブリーチ技術すごいじゃん。はい、でもすごすぎちゃって整理されてないと思う。なるほど。それを、まあ、美容師道場が、まあ、分かりやすくまとめようと。まあオタクみたいな方は見なくていいです。ただやっぱ今のブリーチちょっと複雑すぎて分かんないっていう人はこれ見るとかなり分かるようになるので見てってください。お願いします。はい、じゃあまずね、ブリーチ回数の明るさってところなんですけど、まあ 6% で放置時間30分目安にしたときに、まあ、1回のブリーチは大体どのぐらい上がるかっていうと、まあ、15から16ぐらい、はい、で2回だと16.5から17.5ぐらい、で3回だと18ぐらい、大体やっぱブリーチ1回目ブリーチするようになると15レベルぐらいかなと思うんですけど、ここら辺からは点5刻みずつぐらいいくと思います。やっぱね、そのぐらいね、複雑なんだよね。はい、うん、なので、まあ、点5刻みでブリーチは話していけるといいかなと。大体このぐらいのやつだよ。はい、はい、まあ、で、髪質によってつながる幅は違うよってことですね。そうそう、大体目安。はい、で、次、ブリーチの種類とかオキシ濃度。はい、ブリーチね、道場的には大きく分けると4つあります。はい、ローブリーチ、ハイブリーチ、ヘアブリーチ、クリーンビーブリーチ。噛んでんじゃん。はい、4つあります。はい、で、まあうちで使ってる美容症状、まあ、エンクスっていう美容室で使ってるね、商材は、はい、とっておきで教えちゃいます。あ、はい、教えてくれるんですね。ローブリーチはうちではアクセスフリー使ってます。はい、これは万能っすね。ラクラのね、はい、こいつはもうベーシックになってきます。はい、万能っすね、はい、で、ハイブリーチ一番明るいやつ120、はい、アリミの120、はい、最強です。これ最強ですね。はい、で、ケアブリーチ、これファイバープレックス、これ最強です。はい、え、読める、これ怒んないじゃない読めません。丸文字すぎんだよ。はい、で、次、クリームブリーチ、クリームじゃないんだけど、うちはクレイ、ファイバープレックスのクレイ使ってます。はい、はい、で、まあ、一応ね、ざっくり分けた、表なんですけど、リフト力、リフト速度って考えたときに、まあ、ローブリーチが丸だとしたら、ハイブリーチは20万、はい、で、ケアブリーチちょっと劣るかなっていうところと、クリーンブリーチは若干弱めかなと、うん、その代わりダメージって部分はローブリーチはまあ普通以下、まあ、まあ普通に痛めますよ、はい、で、ハイブリーチはやっぱ結構痛んじゃう、うん、でもケアブリーチはね、あんまり痛まないし、クリーンブリーチはそこまで痛まない、うんうん、じゃあこれどういう使い分けしてるのっていうと、多分1種類で取ってくんだとしたら今ケアブリーチでいいよね、うんうん、流行ってるしダメージ少ないし、はい、はいはい、でも、いっぱい取れるお店だったらやっぱアクセスフリーで120ねあるとコントロールパワーもめちゃくちゃしやすい、はい、で、ただここだけだとケア力足んないんで、まあ処理剤とか、うん、直木氏の好きな処理剤なんだっけ、ケラフェクト、そう、ケラフェクトとかやっぱこのアクセスフリーで120にケラフェクトとか混ぜていくともう自由自在にできるんじゃないかな、うん、はい、ただやっぱお金がかかってきたりコストかかってくるし、ブリーチそんなに得意としてないサロンだったらファイバーブレックス1個あれば、うん、今万能なんじゃないか、はい、あとはこのクレイ、うちでのクレイの使い方は粘性のコントロール、うん、やっぱその結構硬いじゃないですか、はい、リタッチとかするときにまあ普通のパウダーブリーチ、まあ、この水パウダーだとしたらそのクレイを混ぜることによってちょっと粘性硬くなるから、うん、まあ、繊細な作業しやすくなる、はい、っていう使い分けをします。かなりいい情報だね、これね。これはいい情報ですね、うんうん、で、オキシンの使い分け、はい、うちでは 6%、4.5%、3%、まあ、1.5% あんま使わないから、うんうん、一応ね、6%、4.5%、3%これメインで使ってます。まあ、もちろんね、リフト力、リフト速度がまあ、6% が一番いいし、下に下がっていくにつれてちょっとずつゆっくりになってくる、うんうん、で、その代わり、まあ、ダメージもね、6% が一番ダメージあるかなと思うんですけど、やっぱその一人でリタッチする時とかは結構時間かかっちゃうじゃないですか、うん、だから塗り始めは、まあ、4.5% とかにして、で、リフト力、リフト速度がゆっくりやからね、で、それに対して、後半になってきたら 6% に上げていくと、まあ、それで時間のコントロールとかするのも使えるし、まあ、根元と毛先でね、まあ、毛先 6% で根元を 4.5% で詰めていこうかなとか、まあ、なんかそういうね、まあ、あとはアシスタントに手伝ってもらうとかね、うん、そういう使い方ができたりとかするかなと。
まあ1人で塗っても2人で塗ってもね、何分かかるかっていうのを把握しておきたいですね。そうですね、自分のね、自分たちの時間のね、うん、使い役だったりとか、まあ紙質に対して塗ったりとか、あとまあね、6パー、4.5パー、根元に対して佐々木 3.3 パー使ったりとか、あとこれクリアって書いてあるんですけど、ね、残留取る時とかは直樹的には何パーがいいんですか。これ30パーぐらいいますかね。30パーぐらいクリア、はい、大体じゃあ残留とかの時はこういうブリーチ系に対してクリア30パーぐらいです。はい、オキシ何パーぐらいです。残留によるんですけど、はい、残留が激しい時は6パー。おお、なるほど。6パーのが剥がれます。なるほど。じゃあなんかこういう優しいケアブリーチに3パーとかじゃなくて、なんかまあケアブリーチとかにクリア混ぜて3対1とかにして6パー使うと思う。あ、そうです。やっぱオキシの力で残留は取れるから。はい、そうです。なるほど。まあクリアとかもやっぱそういう使い方ができたりするんで、まあ、大体ねこのローブリッジ、ハイブリッジ、ケアブリッジ、クリーンブリッジ、あクリアがあって、まあ、6パーと3パーがあれば、まあいろいろコントロールできるから。はい、ちなみにちなみに、はい、うちのお店は、使ってるオキシ6パーは、はい、今なんだっけ、アドミオだっけ。アドミオですね、アリミノの。アリミノのアドミオです。はい、前まではあのアルミノのアルミノとなんて、おいおい、なまってんぞ。アドミオとアルミノ合体しちゃったじゃない。アルミノ あのカラーストーリー、ね、が良かったかなと思ったんですけど、うん、なんか改良されて少し粘性が弱くなったか緩くなったかなって感じるんで、最近、うん、アドミオ使って。はい、アドミオね、いいっすね。いいっすよね。やっぱブリーチ混ぜると結構粘性が固めなんで、うん、繊細な作業だったり、まあ、あとねその粘性がどんだけ必要なのかって話もしていくんですけど、うちはまあアドミを使ってることが最近多いかな。はいはい、はい、じゃあちょっとさっき言ったんですけど、オキシね。はい、オキシってめちゃくちゃ大事なんですよね。大事ですね。ちょっと3、2ちょっと前の自分は多分オキシ何でもいいと思ったんですけど、うんうん、結構やっぱオキシ変わりますよね。オキシで相当変わります ね、 相当変わるよね、うん、ブリーチ剤使い分けるのと同じくらいオキシ大事ですよ。オキシ大事です。まあ何が大事かっていうと、まあ一個ずつやってみましょう。まずここだね。オキシ大事な理由としては保温とか保湿っていうのはすごい大事で、はい、まあ、つまり塗布量、うん、塗布量でめちゃくちゃリフト力変わります。そうなんですよ、うん、もう塗布量が多ければ多いほど髪の毛をブリーチで包み込むじゃないですか、うんうん、密着度ね。そう、かなり密着されるじゃない、うん、その時保温保湿されるじゃないですか、ブリーチ塗ってこんな感じで、はい、あ、抱きしめてる今ね。そう、包容力感じるね今ね。で、そのこれを出すのに、うん、何が大事かって言ったら、ここ粘度、粘性、うん、硬さなんですよ。ねっとりしてるのね、そう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 、これがねっとりしてるんでしょ。だから、オキシが、うちはさっき言ったみたいなアドミを使ってる。はい、硬めのね。そうそうそう。結構ね、メーカーによって粘性違いますよね。粘性全然違いますね。うちちなみにその、普通のオシャレ染め、ファッションカラーはアドミじゃないの使ってるんですけど、まあそこら辺はまあ、今回あれなんであれなんですけど、あれ、ね、あれ。まあ、大体オキシの比率、等倍、1.5 倍、2倍、3倍、はい、あったとして、いや、どれがリフト力高いのって言ったら、やっぱ等倍と 1.5 倍は高いです。そうですね、まあ、単純にね、ブリーチの量が多いんで、うん、まあ、アルカリ量も大きいんで、うん、リフト力がすごいです、はい、で、まあ、あとは2倍、まあ、2倍が多分普通になってくるのかな、うん、各メーカーが推してる基準っていうのが3倍、ね、ちょっとまあ、緩くなってくるんで、オキシの方が多くなってくるんで、まあ、だいぶリフト力が下がってくる感じ、はい、で、まあ、もちろん粘性はブリーチが多い方がね硬いんで、等倍一番硬いです。そうですね。で、 1.5 倍やや硬、うん、で、2倍は普通、うん、まあ、これ普通にこれが基準なんで、うんうん、で、3倍だと柔らかいです、はい、いや、これどう使い分けるのっていうと、まあ、等倍ってあんまり使うことないかもしれないんですけど、まあ、1.5 倍は結構リタッチとかで使うときは。そうですね、うん、やっぱやや硬なんで、うん、で、しかもリフト力抜群なんで、まあ1回でかなりリフトを持ってきたいとき、うんうん、まあ、さっき15とか16とか言ったんですけど、これを超えていきたいとき、うんうん、まあ、やっぱりこの 1.5 倍とかでやや硬で超たっぷりと振る、はい、でいくといいですよね、うん、で、まあ2倍どういうときに使うのというと、まあ、これベーシックです。根元にももちろんバンドに使えるし、うん、毛先にも使えるし、はい、本当基準。そうですね、基本はこれですよね、うんうん、大体これで3倍、じゃあこれどういう時使うのというと、まああんまり使うことないかもしれないですけど、まあ、毛先だったりとかちょっと柔らかいんで伸びるんで、うん、まあ、すごいリフトさせたいわけじゃないけどブリーチ塗ってたいとか、うん、まあ、そういう時はやっぱすごい塗りやすいです。ムラになりづらい、うんうん、
まあネットして寝るとかもいいのかもしれないですけど、そうですね、3倍はあんまり使わないな。まあそうですね、基本はうちはもうほぼ2倍がベーシックにあって、うんうん、やっぱり1回のリタッチでさっき言った15、16超えてきた時、うん、16.5 とか 17.5 に持っていきたい時はやっぱ 1.5 倍で、はい、ふふりをこんもり、うん、こんもりギュッおじさんの、はい、ギュッって感じですよね、はい。